大石ダムは、新潟県岩船群関川村、一級河川、荒川水系大石川に建設されたダムである。国土交通省北陸地方整備局が管理を行う、国土交通省直轄ダム。高さ87メートルの重力式、コンクリートダムで、荒川水系では最も包み高が高いダムである。大石川及び、 荒川下流の地水と荒川水力電気による水力発電が目的の特定多目的ダムであり、1967年の上越豪雨を契機に建設された。ダムによって形成された人造湖は河川名と地名を取って大石湖と命名された。荒川は新潟県下越地方を流れる水量の豊富な河川であるが古来より氾濫を繰り返した。 1966年と1967年には連続してこの地域を集中豪雨が襲ったが、特に1967年の豪雨は、上越豪雨、上越水害と別称され、荒川流域は、荒川、大石川の堤防決壊で、多くの死者、行方不明者と農地への甚大な被害を出し、さらに、赤柴ダム、岩泉ダムといった水力発電施設にも被害を与え、 関川村は村予算の60年分にも及ぶ損害額を出したのをはじめ流域に未曾有の壊滅的被害をもたらした。この当時荒川は二級河川として新潟県が管理する河川であったがこの植えつぼを木に建設省は1968年4月に荒川水系を一級河川に指定して建設省直轄管理河川として災害復旧工事を推し進めた。 同時に、洪水調節の観点から計画後、水流量の改定も必要となり、同年に荒川水系工事実施基本計画が策定され、植えつ宇治の洪水流量を基本として洪水対策を図った。この中で、ダムによる洪水調節の必要性が生まれた。荒川本流にはすでに岩泉ダム、赤柴ダムが建設されており、計画された。 洪水調節を行うだけのダムオミクロン的地がなかった。予備調査等の結果、荒川下流部における最大の支流、大石川が着目され、関川村大石地点に特定多目的ダムを建設することで洪水調節を図ろうとした。ダムは1972年より建設工事に着手し、1978年に完成した。洪水調節のほか。 荒川流域の電源開発を行っている、荒川水力電気株式会社による水力発電が目的であり、巨人化出力は1 9 0 0ットである。荒川水系の河川総合開発は、大石ダム完成後も引き続き続けられ、国土交通省北陸地方整備局は、荒川上流部の最大支流である横川に、大石ダムと同じく特定多目的ダムの建設を計画。 山形県西沖多摩郡小国町に横川ダムを建設し2008年に完成させた。これにより、荒川水系におけるダム計画は完結し、今後の治水に期待が寄せられている。ダムは完成以後地域の治水に大きく貢献しているが、地域に開かれたダムとしての役割も果たしている。ダム及びダム湖周辺は公園として整備されており、キャンプ場や釣り場等が設置され、 休日には多くの市民の憩いの場として親しまれている。この他ダムでは湖に流れつく流木を利用し、チップ化してカブトムシの繁殖も行っている。また、毎年8月28日に行われる越後関川大したモンヘビ祭りのみこしがダムウのトンネルに安置されている。このみこしのモチーフである大したモンヘビは関川村の古くからの伝説にちなんでいると言われ、 祭りの時期になるとトンネルから出されて町内を練り歩く。なおこのみこしは全長が82.8メートルと大石ダムの包み高にほぼ匹敵するものであり、世界最大のみこしと言われているがこの長さは関川村に壊滅的な被害をもたらした上津豪雨の発生日時と同一であり、豪雨被害を風化させないという地元の意思表示となっている。この大した モンヘビは関川村に夏の終わりを告げる風物詩である。ありがとうございます。